はい、おはようございます。はい、ということでね、もうね、ちょっとね、まあ、いろんなミスがちょっとあってということで、やっとこう作業を進めていきたいと思ってます。ということで、まあ、とりあえず、まあ、車検なんですけど、車検はまあ、ね、やっぱりノーマルのテールで、まあ、車検対応のタイヤとね、ちょっとこう、もうすんなり通るようにちょっと行きますんで、でこれ、3インチローダウンしたんで、あの構造変更も入りますんで ね、ちょっとね、高さとか測り直されるんで、ちょっと、もうパチパチにノーマルに近い状態に戻していきます。でそれと同時に、それが終わったらすぐもうまた、ね、フルエアロね、そう、とうとうつけていきますんでね、また、大変身させていきますんでね。でそれにちなんで、これ今、このテールランプですね、バレンティーンですね、これ、この最新ので、これ僕もちょっと知らなかったんですけど、なんか鍵、を、まあ、開け閉めするときにちょっとこうオープニング的な感じでちょっと光るらしいんですよね。僕もあんまりちょっと詳しくないんですけど、その辺も含めてちょっとね、どんな感じになるかちょっとね、楽しみですね。ちょっとなんかややこしいんですけど、ちょっとつないでいきたいと思いますんでね、楽しみですね。まあそれはまあ一旦つけて確認するだけで、また車検終わり次第またね、これノーマルのテールランプもありますんで、ノーマルテールランプからバレンティーに変わりますんで、ちょっと楽しみですね。ちょっと進めていきますんで、でこうできましたので、後ほどまた紹介します。はい、ということでバレンティね、新作のテールランプですね、ね、つなぎました。まずこれが、締めですね、締めてみましょう。これエンディング、あ、いいっすね。でオープニングで解除開けてみますね。おお、こんな感じですね。で締めます。閉めたら上から消えるっていうね、はい、開けたら、解除したら下から、上がっていくっていう感じで、いいっすね。こんな感じで仕上がりました。はい、ということで、あとはもうね、車検ですね、車検準備して、で車検準備して、そこからまたエアロとつけていきますんで、よろしくお願いします。また上げていきますね、この車両に関しては、ね、はい。でこちらではもういよいよね、黒子計画やっていきます。こんな感じですね、黒子計画。でこれ貼ったら、ね、天井の方に、また車両の方にも、ね、組み込んでいくって感じで、もうちょっとまだね、そんな簡単にできないんで、もうちょっと違うからね、徐々にね、ちょっとまた動画の方を上げていきたいと思いますんで、ね、よろしくお願いします。で、また、かなり最近ね、エアロの方の、問い合わせが多くて、ね、明日もまた、うちのエアロつけてもらえるということで、動画の方を上げていきたいと思いますんでね、よろしくお願いします。ということで、ね、また、エアロの方取り付け上げていきますんで、よろしくお願いします。はい、といったわけで、これ新作なんですよね、新作の貼り付けのナロー用のボンネットですね。これちょっと今下白なんですけど、分かりやすいですよね。こんな感じです。こんな感じにもう両面テープもこれ裏貼って、でこう両面テープで貼ってしまうってね。で、ちょっとトヨタマークもこうあるんですけど、トヨタマークもこうやってかぶさる感じで、で、もうここの隙間ですね、隙間のところに両面テープをバッチリビーッと貼って、で、もう、装着するっていうね。まあ、フィッティングはもうもちろんもう純正にかぶせるだけなんで、ものすごくいいと思います。で、ちょっと薄めに作ってるんでね、FRP で。はい。だからすごくいいと思います。でこれ今回、定価ね、定価が35,000円なんですけど、3万5000円なんですけど、限定で5台
3万円で、税込み3万円で行こうと思ってます。で、まあそれに伴って塗装の方もね、お安くやろうと思ってますね。塗装の方もね、1台2万円、2万円でやりますんで、こうね、ちゃんとこう、まあ土足にしたら目立たないかなと思って、ちょっとこう貼り付けた感はちょっとこういう風に出るんですけどね、これこんな感じで出るんですけど、こんな感じかな、こんな感じですね。こんな感じでちょっと貼り付けた感は出るんですけど、まあそこが ね気になる人はちょっとまた取り替えのボンネットとか外品でいろんなメーカーで売ってるんでね、そっちは付けた方がいいかなと思いますよね。まあすごいね、パチッとこう合うようになってますんでね。ただもう一回つけたらもう正直もう外すことできないですよね、正直ね。もうこれも一回つけたらもうこの専用のボンネットになってしまいますね。こんな感じでチリしっかり合わせて両面テープでジャッと貼ってくれたらいいと思います。こんな感じですね。ちょっとこうやっぱり微妙にやっぱりこれ貼り付けタイプなんでこういう段違いは出てしまうんですけどね。まあラッピングとかでもええんかな、これ巻いたらね、したら一体感になるんかな。まあフィッティングはねものすごくいいですね。これ定価3万5000円なんですけど、3万5000円の税金になってくるんですけど、まあ、今回も税込み、5台限定で3万円で出します。で塗装の方も、もう特別価格で2万円で、いや、それはちょっとね消費税かかってくるんですけど、どんな色でも、どんな色っていうか純正色ですね、純正色2万円で塗りますんで、だから、5万2000円か5万2000円でいけます。同色塗ってもう大変お買い得です。5台限定なんで、で、もうこっちの方では黒子計画やってますんでね、いよいよやりましょう。黒子計画じゃ取れへんから、取らんから、取ってるやん、いや取らんから、もう隠れとくんだよ、隠れるんだよ、いやもう取りにくいかな、もうちょっとやるかな、さあ、はい、こんな感じでやっていきますんで、また晴れたら